さあ皆さんこんばんは。今日もまた私の話を20分ぐらい聞いていただきます。今日は何かなっていうふうに思ってたんですが、ちょっと面白いことを思い出しました。どうだろう、35年か40年ぐらい前でしょうか。私はテレビ NHK の教育放送、これで午後3時頃でしたでしょうか、ある哲学者の話を30分聞きました。番組は何だか忘れましたが、和服を着ていらっしゃいました。大学の先生ですね。その方がおかしなことを言うんですよ。どういう前後関係で、お話になったか分かりませんが、はっきり覚えてます。音楽のことだから。私はね、彼が言うんですよ、私はヒマラヤの山では美空ひばりが心地よく頭に浮いてくる。そしてそういうヒマラヤに行く時にはカセットテープレコーダーにしてそれを聞くのがいいんだと。どういうことなんだと思ってると、次に富士山の上に行く時があれば、これは都はるみが良い、一番合ってる。で、この町巷で聞くには山口百恵が一番合ってる。呼び捨てでさんにそういうふうにおっしゃるんです。美空ひばり、都はるみ、そして巷では山口百恵。その頃20歳ぐらいやったんでしょうかね。ちょっと私あんまりそういうの分かんないんで、クラシックばっかり聞いてました。まあ確かに知名度としては古くからもう戦後すぐ美空ひばり、そして3、40年前には都はるみ、そしてその頃若い10代の山口百恵、確かにこうね、3段階って言っちゃう、女性、彼が好きな中での3つのランクを例えてるんでしょうけど、ちょっと待って、それ哲学者がそんなこと言っていいの？それはもう自分の感覚を述べてるんだからいいですけど、どうやって証明すんのそれ。それは何、美空ひばりが一番歌がうまくて、次が都はるみで、若い人の中では山口百恵と、そういうこと、人気、あるいは自分が好きだと思ってること、この人は音楽全然わかんない人だわと思った。で、哲学者でそれやばいだろうと思って、先ほどウィキペディアを調べたら、まだご存命です、90歳以上、天気な哲学者、まだきっと頭のいい方なんでしょうが、物の考え方ってこれ危険ですよっていうお話です。専門のことは専門で論文書いたり、著述を書いたり、本を書いたり、よく調べたり、頭が回るんでしょう。しかし自分の専門からふって離れたことになると、むちゃくちゃな意見を言ってしまうということが人間はよくあるんですよ。これがこの哲学者の、哲学って頭でよく考えるんだから、この美空ひばり、都はるみ、そして山口百恵っていうんですか、その3つをこう高さで例えなくてもいいんじゃないかな。私も2回今、美空ひばり、都はるみと、どっちだっけなって頭の中で思いながら喋りましたが、そういえば紅白歌合戦かなんかで、都はるみさんのことを NHK のアナウンサーが、さあ美空ひばりさんですって言ったのを聞きましたね。あれどうやって謝ったんでしょうね。まあさて置いて、でこういうことはね、たくさんあるんです。あ、そうそう、それでこの人だけじゃ、哲学者だけではなくて、ある映画評論家だったと思いますが、映画評論家が音楽について語っちゃった。
宮古晴美について語ったことを読んだことがあります。雑誌の名前も覚えてます。短いコラムだったですけど、宮古晴美はどうして天才なのか。それは作曲家がある調で歌を書いた。ところが宮古晴美はこの調ではなくと言って自分に最適な調で移調して調を変えて歌う。これは天才以外の何者でもない。要してよ、高いから歌えないから下げただけでしょ。あるいは低すぎて歌えないからちょっと上げてください。ギターならカポダストっていうしてね、ギターのフレットの上にこういう棒を置いて半音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 ずつ高くも低くもなる。こういうことをねえ、音楽の映画評論家が音楽のこと歌謡曲のこと言っちゃうと天才さを胃腸するからって、それ高さが合わないからクラシックのテノール歌手だってケジェリダンマニーナディクエラピエラ半音下げますよ、楽だから。そういう専門以外のことでむちゃくちゃやっちゃった。まだ日本のその哲学者となんとかいいとして、そうそう一応ねこれ作っちゃった。これ誰だか分かりますか。世界的にもそういうことありますよっていうことを3つ4つお話したいんですこれちょっと2枚目ですよね。うわ、わんぱく坊主。さて晩年はこれ誰でも分かってる、エジソン。エジソンじゃアメリカ人通じないですね。トーマス・エディソン、エディソン、エディソン、ソンですね。ソンじゃない、エディソン。トーマス・エディソンです。これが回転しながら老管で、ここに向けて、あーと言ったら、ここ回転しながらここに刻んでいく。そしてまたこれを終わったら、カチッと置いて、これを回転させると、今日は、晴れていて気持ちが良いみたいなことをやる蓄音機ですね。蓄音機が彼の発明、まあ、いっぱい多分500とか1000とか特許があったんでしょう。でも彼はね結構パクリ屋です。で、できもしないことをやったり、人が一生懸命やったのをポーンと取っちゃったりします。彼の一番の、彼だけの発明と言われているのは紛れもなくトースターです。パン焼き器、よいしょ、このパン焼き、これだけは彼の発明です。パカッて開くのか、あるいはゼンマイで2分半とかで焼けるか焼けないか分かる、2分半たつとポーンって上に上がってくるか、どっちか分かりません。多分上がってくるんじゃなくて両脇をカパッて開けることができたようなやつだと思います。こういうの見たことがあります1日3食食べなさいと言いますが、1日3食にしたのは彼ですよ。普通1日2食だったんです。ヨーロッパは今でも2食ですよね。朝コーヒーとビスケットぐらいしか食べないから1日3食食べようって運動を起こしたんです。なぜか、向こうはご飯がなくパンだから、1日3食食べれば自分のトースターが売れる。こういう方ですよでね、映画とかなんとかいろんなことを言っています。電球とかでも必ずトーマス・エディソンの前に実は発明した人がいて、それを改良したのがエディソンです。改良ですね。頭やっぱり切れてかなり良かったと思います。でも発想が間違っていたり、テスラ、ニコラ・テスラという、あれは忘れちゃった、グルジアのあたりの人だったと、スロベニア違った、その辺の天才ですね、に交流直流で負けてしまって大変でした。このトーマス・エディソンがトースターじゃなくて晩年やった研究がこれ、もう一回出してきて、人の声や動物の声を録音するんじゃなくて、彼が晩年ひたむきに考えたのは霊界との通信。
霊界、黄泉の国の音をここに吹き込むということです。エルツの頭が変になっちゃったんでしょうか。もちろんそれは成功しないで、さようなら。次、この方誰でしょうか。小説読むのがお好きな方なら分かってるはずです。シャーロック・ホームズですね。イギリス人のコナン・ドイル、お医者さんですかね、暇に明かせてシャーロック・ホームズという小説、なんていうんですかね、冒険小説じゃなくて、なんていうんだろう探偵小説か。小学校の時読んだな。613の夏って緋色の紐、緋色の研究な中にあるまだらの紐、ね、ルパンとの戦い、なんだかんだ20作ぐらい、アッシャー家の崩壊、コラプス・オブ・アッシュズ、英語で読んだのはアッシャーだけだったかな。あと日本語で読みました。とても面白いね。いろんなことをして頭のいい人でしたが、あ、これがそのシャーロック・ホームズのモデルになった教授ですね。晩年コナン・ドイルがハマったことといえばスピリチュアル研究。コナン・ドイルの斜め上に若い女性の霊が映ってます。こんなことね、1900年の初めによくあった。二重撮りですよね。これを撮っておいた看板、当時はガラスですから、にもう一回。でもコナン・ドイルはね、騙されちゃって信じて、かわいそうだな。こういうね、あるかないか分かんないものって、やっぱり自分の本文の研究じゃないところってね、非常に懐が、なんて言うんですか、寂しい、なんて言ったらいいんですか、甘くなる。でちょっとしたことを信じたり、変な研究をしちゃったりするんです。これ誰このちょっと付き合いたくない感じの鼻のラインから唇、こちらだったらわかるでしょうね。アイザック・ニュートンですね。イギリス人です。最近はこの顔の人はリンゴを食べたじゃなくて引力ね。24歳から26歳までの2年弱の間に3つの天才的な研究をしました。それからあとはほとんど何もということですが、まあいろいろ微分積分、まあ、他の人と争っちゃうんだけど、ね、微分積分、それから倍有引力、それから、ね、光などの研究しましたが、晩年何をやったかというと、40代後半から何もやってません。造幣局の所長、つまり官職ですよね。学者終わっちゃって暇人。長い間彼は天才だと言われていましたが、ある人がやばいところがあると言われてから、最後の魔術師と言われています。魔術師っていうのは、彼は晩年は錬金術にはまってしまいました。金ね、いろんなものを溶かしたり、水銀を使うんですけど、いろんなものを溶かして結局錬金術、金を、ね、ダイヤモンドはできないけど金を作るということにはまってしまいます。これはもうゲーテのファウストの昔からある錬金術、400年500年あるいは1000年前からあるものです。彼ははまってしまいました。その証拠に彼の頭髪からは結構水銀が出たね。あの錬金術はできたかなって言ってね、こう舐めるんですよ。水銀使ってますから、毛髪に水銀が、まあ我々も回遊魚、マグロいっぱい食べてますから、水銀ね、あの他の国の人よりかは毛髪に溜まっているかもしれません。錬金術、オカルト研究、彼はね、数百、580だったか、500ちゃ、忘れちゃったな、
論文を出してますが、科学数学の論文は 12-3% です。神学、哲学、オカルトっぽいものがもう 25-30% じゃないでしょうか。その他は雑多なものです。そして彼は100年物理学を発展させて、そして100年遅れさせたと言われています。3つの研究を24-6まで、ちょうどペストが流行っていて、そのオックスフォード大学はお休みで大学で教える必要がなくて実家に戻っていたんですよね。そこで集中して3つの研究をして100年前へ進めました。しかし彼がルーカス教授とかその王立協会の会長になると、今までの人たちの論文を燃やしたり、若い人が自分の後を追ってくると蹴落とす、お前なんだこんなものをして破いたり焼いたりして、つまり100年遅らしたわけです。彼は100年進めて、彼の個人的功績はあるけど、次の世代の若い人たちをなんだなんだと言ってですね、論文を焼いたり破ったりしてしまう、ひどい人ですよね。そんな人がニュートンだったっていうことです。錬金術男です。あ、最後じゃあ私の近くでそういう人はいたかっていうと、実は30年前に会うことになりました。彼の職業を言っちゃうと分かっちゃうからどうしようかな。絵を描く人で金星人と話ができる。これ金星です。水金地下木土天海冥、海土天海冥王星は降格人事にやっちゃったかな。水星金星、地球の金星です。これこんな金星なんですね。金星人と話ができるという人と、いよいよテレビ番組です。なんていう番組かというと、あんまり大きい声で言えないんですけど、後ろに走ってください。ちょっと待って、見ないでください。こういう番組、深夜の番組でしたね。空耳なんちゃらちって、で何月何、なんで私が選ばれたかわからないけど、金星人と交信する、音楽か音波で、あなたも来てくださいって言って、番組のなんていうんですかね、司会者であるタモリさんで、私とで、その方ある施設に行って、13時から本番ね、30分番組だけど1時間以上撮って、あとつまむ。でその日になりました。金星人とどういう音波で、大体金星に人なんかいない、460度とかそういうとこだから、生物はほとんど生物いない、焼けちゃってるみたいな、これは焼けてるわけじゃなくて、こういう光の波長で撮ったんですよね。まあ、硫酸の雨とかが降ってるところで、金星人が、結局絵を描く画家だから、その他のことをやると幼稚になっちゃうんですよ。みんなそうですよ。今までの哲学者が、何ですか、ヒマラヤで一番聞くのがいいのは美空ひばりだ、富士山の上では都はるみだ、そして巷で聞くには若い山口百恵だ、そんなことテレビで言っちゃダメ。言ってもいいけどさ、自分家でアハハってお茶飲みながら話してほしい。教育テレビで言っちゃダメだろう、そんなこと。哲学家、はい。それでもってトーマス・エジソンね、いろんなこと発明したつもりだけれども、一日三食にしたかったら、晩年は霊界の、なんですか、黄泉の国の人の、例えば自分のお父さんとかお母さんとか、そういう人の声を録音するんだって言って、その研究にはまります。もちろん成功しません。頭大丈夫だったんでしょうか、もう発明ができなくなっちゃったのかな。そしてコナン・ドイルで、さっきシャーロック・ホームズですよね、
ルパンっていう人はいましたよね、フランス人がね、書いてあるセル・ルパン。こっちはシャーロック・ホームズです。でもう晩年に霊光術でスピリチュアリズムにはまってしまう。なんで本文以外のことにこんなに甘く騙されちゃう、騙されちゃうというか熱心になっちゃうんですかってね、まいっちゃう。それで梅雨引力、微分積分光の波長ね、虹は七色であるってニュートンが言ったから七色だと信じてるんですよ、日本人は。スウェーデン人なんか五色しか見えないって言ってんだから。イタリア人だって五色か六色だよ、州によって県によって違うんじゃないかなって言ってる。日本人は七色と言ってるのはニュートンが七色であるって言ったことを明治時代かなんかに誰かが広めて7色見えると信じてるわけです。その7はドレミファソラシね、そのオクターブになるのは中7つですから、ドレミファソラシ7つですね。それからまたドレミファということです。でもそのエリスン、アイリスン、そのニュートンも晩年は錬金術、まいっちゃね、そしてなんと金星人と話という人と会う、あそうだ会うと言ってた13時にね。で会えたでしょうか、金星人とどういう音波でどういう耳で交信をするのでしょうかと思っていました。2週間待ちに待ちました。その日の朝10時を過ぎた頃テレビ局から電話がありました。すいません、なんとかさん、画家のなんとかさんが今日の番組をキャンセルしました。だから今日はありません。え、これから出かけようと思ってたんです。今日はございません。はあ、それだけですよ。その日用意していたのにギャラの話も何にもないんです。うわあ、そんなもんだ。ね、そんなもんだ。ふざけてる。自分の本文じゃない、専門じゃないことを言っちゃダメ。まあ言ってもいいんだ、友達だったらね。でも一般に出すと恥ずかしいことになりますよ、ということを申し上げました。音楽家の本文は音楽ですので、頑張りましょう。音楽に関係あるようでないようでしたが、でもね、美空ひばり、都はるみ、山口百恵、哲学者。皆さんもツボにはまらないようにいたしましょう。